ハロー、ヒロヒロー、はい、どうもこんばんは、ゆうちゅうはひろくでーす。イエーイ。今回はね、セブンに行ってきて、セブンイレブンですね、まあ、セブンイレブンに行ってきて、こちらをね、買ってきました。セブンイレブン、コーンゴールドグレープ塩、濃いグレープサイダーですね、まあ、こんな感じです。こちらはね、セブンイレブンの方で買いました。でこちらは、コンゴードグレープ塩濃いグレープサイダーですね、まあ、見た目の通り、グレープですね、まあ、ラベルがね、パープルですね。パープル、ディアイズパープルです、これね、初めて僕、見た時にうわ、こんな出てるって思ったら間違い思ってちょっとね、飲んでみようかなと思って買ってみたんですけど、結構ね、僕ね、グレープ、まあ、グレープ結構よく飲むんですけど、こちらね、あんまりね、飲んでないんですよね。炭酸飲料、果汁 10% ですね。じゃあ、飲んでみたいと思います。おー、グレープ、グレープ。おー、最高。うーい。あちーん。まあ、味はね、結構。濃いグレープサイダー、まあ、タイトル、まあ、まあタイトルによればこれはもう濃いグレープサイダーなんですけど、まあ、実際飲んでみたところ、ちょっと酸っぱいですね。最初の、まあ、飲み応え酸っぱいで、後からもうこうスーッと、まあ、なんか癒されるような味、まあ、最初だけちょっと酸っぱいっていうのがあんな感じです、ね、ぜひね、皆さんもね、買ってみてください。こちらはなんかね、新発売なんか知らないんですけど、僕的には、まあ、個人はどうか知りませんが、僕的にはこちら、珍しい飲み物かな、じゃないかと思うんですよ。で、まあ、タイトルがね、濃いグレープサイダー、コンゴードグレープ塩。まあ、普通のグレープと違いますね。やっぱり、疲れた時とか、心を癒したい時に飲んだわな、すっきりするぜ。ぜひ皆さんもお近くのセブンイレブンで足を運んでみてください。イエーイ。